石栗くんと2人でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。ということで2人のコンビ名とかって あるっけ。まあでもあれですね、2人でやるときはヨネグリキラミとか言ってますけど、うん、あ確かに。あとでもファンの方からよく、うんうん、昔なんか栗ご飯ってめっちゃ言われた。あなたお米で私が栗だから。なるほど。研修生の時とかそうやって呼んでたのかなって思ったりもした。栗ご飯ね、うん、いいね。なんか発想がすごいよね。発想がすごいよね。大好きだし私栗ご飯栗ご飯いいじゃん。嬉しいね。ね、ちなみに私はよく石栗くんって呼びますけど、はいはいはい、これどうなの、なんでなのそれな。いや私もよく分かってない、うん、なんで石栗くんなんだろう。あの歌の先生いるじゃんか、はいはい、研修生の時に担当してくれ、はいはい、石栗くんって呼ばれてなかった。呼ばれてますね。石栗くんとか石栗さんって呼ばれてた。だからそれかもそう7年経ってもそう石栗くん、石栗くん、それで呼び始めたのと、まあ、あとかなみちゃんとかあんま言いたくないって、ね、確かにかなみ感ないのよね。ないですそう石栗です。私すごいね言われるの、石栗っぽいって、はい、あやっぱり。でもあんま好きじゃない名字がそうかなみって名前がめっちゃ好きだからいいじゃん。それに比べちゃうと石栗ちょっとあれなんですけど。じゃあかなみんって私が呼ぶのと石栗くんどっちがいい。いやちょっとかなみんはちょっと鳥肌が止まんないよ止まらない、ね、じゃあちょっと石栗くんで行かさせていただきます、ね、はい。ということで今日はメールを読んでいきたいと思います、はい、東京都のワシーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。かなみんキララちゃんこんばんは。こんばんは。いつもめっちゃ楽しくラジオ聞いてます。先日石川県の加賀市の旅館にお茶の間メンバー全員で泊まって一緒にお風呂に入って10人同じ大部屋で寝たらしいですね。めっちゃ修学旅行みたいな感じで青春っぽくて、僕たちファンにとってもお茶の間のみんなにやってほしかったことが実現したように思いました。そこでその時の面白いエピソードを、今までどこでも話したことないエピソードをよろしくお願いしますだそうです。はい、そうなんですよ。先日ね石川県の加賀市に10人で仲良くお泊まりしまして、お泊まりしました。同じね部屋で、ね、楽しかったね。楽しかったです。なんかさ意外と今までお茶の間でなんか同じ部屋に泊まるとか、その2人部屋とか3人部屋とかですらなかったから。そうだね、コロナ禍だったからホテル生活も1人だったし、そう全部1人部屋だったから、うんうん、初めてなんかみんなのさその寝る時の感じとかさ、そうだね、知った気がする。この人こんなにうるさいっけみたいなとかエピソードあります。でも私が一番印象に残ってるのはお風呂、うんうん、お風呂に石栗、米村、斉藤、久保田、中山で私たちのチームは入ったんですよ、はい、で温泉に入った後に部屋についてる備え付けの露天風呂に入りたいねってなったんですよ、はい、で改めてこうみんなで入ったんですね、部屋に帰ってからも、うんうん、そしたらやっぱ露天風呂だからこう虫とかもいっぱいいるじゃないですか、ね、だからこう入った瞬間にこう虫がブワーって出てきてみんなであの逃げ出して結局入れなかったっていう、ね、でも何回かチャレンジしたよね。3回ぐらいチャレンジしたよ、ね、1回ワーってなって、いや、うん、でもいける、うちらならいけるって言ってまた入って3秒ぐらいでまたやっぱ無理ってっていうのを何回も繰り返して、すごい久保田とか夏目が果敢に挑んでましたね。ねえ、いや楽しかったですね。楽しかったですね。じゃあ続いてのメール、千葉県のカラヒリグサさんからです。ありがとうございま す。キララちゃん、コナミン、こんばんは。こんばんは。サードシングルのリリースイベントなどで全国各地を回ってきたお茶の間の皆さん、うん、飛行機に乗ったり新幹線に乗ったりする中で移動の時皆さんはどんな風に時間を過ごしていますか、うん、このメンバーはいつもうるさい、このメンバーはずっとスマホで映画を見ているなどなど、移動に関するエピソードがあればぜひ教えてください。はい、あります。はい、斉藤まどかちゃんめっちゃうるさい。わかるもう新幹線とか飛行機とかで、まあ、ある程度こう静かにやっぱしなきゃいけないじゃないですか、うん、で多分本人静かにしてるつもりなんですけど、こうやっぱ気持ちが高ぶってきちゃうと彼女こうめちゃめちゃ、うん、でさーってこう大きい声で笑ったりとかするので、うん、結構あのそれでたまに起きたりしますね。てかさ常に元気じゃん。そう、元気元気、そう楽しそうね。えすごいよね、なんかさライブ終わった後とかみんなちょっと疲れてるっていう時とかもさ、うんうん、マドピアもずっと元気だからすごい、いいなと思う。すごいよね、うん、大尊敬です。行きも帰りもさ、うん、爆睡してるからな基本。そうそう、私も乗った瞬間寝るもんな。もう毛布持ってってるもん私。嘘だろ。そう、冷たいタオルケット持ってってちゃんと。え、でも私さ年々新幹線とかで寝れなくなってきてんだよね。あら、体が、うん、
ガチガチになっちゃって首とか痛くなるじゃん。痛い、首腰やばいね。だからさ、普通にこうもたれかかって寝るってことができないのよ。傾いちゃうから、どっちか。はい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 、はい、そうすると右に傾いたら左の首の筋肉がもうめちゃくちゃ痛かったりとかして、ちっちゃい頃は寝れてたのになってでも体も大きくなってますからね。そうそうそう、なんか最適な眠り方見つけたいよね。え、見つけたいね。そう、座るないかな、なんか時に寝れる方法。でもうまい子いるじゃん、寝るの。いるね。なんか普通にもう座ったままこう綺麗に寝れる子。みくちゃんとか、ももとかね。あ、ももとか、そうそう、ももすごいよね。ももやばいよね。もも綺麗だよ。爆睡するよね。そう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 、いつももちゃんあの口開けてよく寝てるのが可愛くてめっちゃ写真撮ってるそうそう、前撮ってたね、そういう。そう、いっぱいあるももの口開けてる写真新幹線の過ごし方、はい、でした。